路線ごとの駅名表送信大入口駅は、大韓民国ソウル特別指導弱区舎道道にある、ソウル交通公社の駅。4号線は送信大入口駅、7号線は、梨水駅と駅名が異なっており、統合名は送信大入口駅とされている。また、4号線には、梨水という副駅名がある。4号線ホームは、地下2階にある。 相対式ホーム2面2線を有する地下駅。7号線への乗り換えは、ホーム車道寄りにある階段を下って、乗り換え通路を利用することができるが、長岩方面ホームへは一度7号線の改札外に上がる必要がある。改札外は地下1階にあり、改札口は同尺側と車道側の2カ所ある。車道側の改札口は上下ホーム別々に設置されている。化粧室は、 同着側の改札内に1箇所、出入口は1.23.14番の4箇所ある。乗り場4号線ホーム7号線ホームは地下4階にある。相対式ホームに面2線を有する地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。4号線への乗り換えは温水方面ホームからは内方寄りにある連絡通路を利用することができる。 長岩方面ホームからは一度改札外に上がる。必要がある。改札外は地下3階で、改札口は内方側と南上側の2箇所ある。出入口は3から8番、10から12番の合計9箇所ある。乗り場近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。4号線は沿線に大学が多く、全通した1985年は、 首都圏各地の大学が地学名を駅名にする要望が多かった時期にあたる。当時は軍事政権下の第5共和国期でもあり、政府側としても反政府勢力の温床だった大学に運動を沈めさせるため、駅に大学の名前をつけて沈静化を図ることが多かった。当駅もその一つで計画時の歌唱は梨水だったものの、 1>, 1 6トルほど離れている送信大学校が費用を負担することで送信を入り口として開業することになり開通から8年の間何の問題もなく使われてきた。しかし1993年に7号線が計画され大学からわずか4 5 0ルの距離に新駅の設置が確定された。そこで混乱の恐れがあるということが申し立てられ、 1997年、ソウル市は、送信王入り口を、なしみずに解消し、代わりに新駅を、南城にするように決定した。その決定に不満を持つしかない送信王側では2000年の7号線開通時までだけでも4号線側の、駅名の維持を要請し、試行期間である地下鉄公社は2000年7月31日まで、送信王入り口を維持し、2000年8月1日、 7号線建て、大入り口から新豊間開通と合わせて、な水へ変更した。これを受け、送信大側は、ソウル地方法院に、15年間持続的に、使われてきた駅名を一瞬に変えたとの理由で、ソウル市とソウル地下鉄公社を被告にする、民事訴訟を提起したが、原告敗訴判決に終わり、ここで、な水問題は一区切りされるようだった。しかし、 ソウル市地下鉄建設本部が地名委員会に梨水駅に対して駅名の送信大入り口へ再変更を申し立て、地名委員会はこの要求を可決した。決められた事項は4号線は,号線は送信大入り口、7号線は梨水、そして統合名は送信大入り口で乗り換え駅にもかかわらず路線により駅名が異なる稀なケースとなった。当時には 大学の主張を支持する人々と、なし水に戻すべきと主張する人々の間に激しい論争が繰り返していたが、現在はそのまま定着し、なし水と送信を入り口の両方で呼ばれている。しかし、送信大学に行くには、隣の南城駅が近いため、送信を入り口は7号線開通以後の視点では、明らかな詐欺駅名と言える。 4送信大入口駅に関するカテゴリ梨水駅に関するカテゴリありがとうございます。